はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の5匹の子豚とチャールストンについてですね。今回ファミリーコンサートで歌って踊ってくれましたが、この歌は昔から歌われていてとても人気のある曲なんですよね。それを現役のみんなが歌ってくれる、とてもいいことですよね。はい、今日はお母さんと一緒の5匹の子豚とチャールストンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。